こんにちは、平松邦夫です。今日はですね、ストップ維新、住んでよかった街大阪を作る市民連帯集会という集会をですね、この6月20日に予定していたんです。で、ここに書いておりますように、新型コロナウイルスによります緊急事態宣言で L 大阪も使えなくなりまして、6月20日の予定を9月17日に延期することになりました。さあ、じゃあ6月20日どないしてんねん、皆さんどうされてます？自粛ですよね。最後の日、緊急事態宣言最後の日なんですが、これをまあずっと企画をして、それからこの間いろんなことがまたありました。新型コロナウイルスによる亡くなった人の数が大阪が突出して多い。そしてその亡くなるに至る過程を見てもですね、医療崩壊と呼ばれるような状況の中で、本当に救えた命が一体いくつあったんだろうというような思いでおります。でさらに、教育問題ですね。まあ、松井市長がいろんなことを言うてますけど、あの人は教育委員会とか何もかも全部自分が超越した存在であるかのように、学校現場の子どもたちや、あるいは先生方、保護者の方たちの思いなどとは関係なく勝手に号令を発するということから、ある校長先生が、実名で松井市長に要望書を出された、提案書を出された、今の状況こんなんですよ、これでいいんですかというようなことまで含めて、この10年以上にわたる維新姿勢、維新不正によって大阪の教育現場本当に大変な状況になっています。そういったことも含めて6月20日 YouTube でせっかく企画したことをですね、まあご自宅にいらっしゃったらぜひ見ていただきたいなと思ってご案内している次第です。午後1時半から3時半まで、QR コードもこちらにございますけれども、これで読み込んでいただきますと YouTube リンクが開くことになります。どういった内容になるかということなんですが、奈良女子大学の中山徹先生ですね、アフターコロナ、アフター維新を展望する。アフター維新な、それほんまになってほしいですよね。で、西谷文和さんがスライドで見る維新政治、一体この維新の十数年何が大阪であったのか、これから起きようとしているのかを西谷さんがスライドで、説明してくれます。そして内田達さんが維新政治を乗り越えて顧問の再生をと題する講演をしていただいたりと、盛りだくさんな内容を YouTube でお届けしよう、さらにそれを広げた形が9月17日になるのではないかと思います。ぜひ6月20日日曜日午後1時半から YouTube このリンクでご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。